皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのはてなです。はい、ということでですね、今回はアクアポニックスのお話になります。皆さんこちらの水槽覚えてらっしゃいますでしょうか。まあ、先日ねガラルファをご紹介したこちらの90センチ水槽、実はですね上で野菜を育てるアクアポニックス水槽でもあります。で、実は野菜を育て始めてから約1ヶ月半が経過しまして、まあ実際どういう状態なのかっていうのを皆さんに今回はご報告していきたいと思います。ただその前にこのガラルファさん、ちょっとねこの青みどろ食べませんでした。このガラルファさんをご紹介した時にこの青みどろを食べてくれたっていう風にねご報告したんですが、まああれね青みどろじゃなかったのかもしれません。まあ大和沼エビさんの代わりになるかなっていう風にねかなり期待していたんですが、まあそこまでのコケ取り能力はなかったということになります。で、こちらはですね30キューブ水槽なんですが、もともとは青みどろだらけだった水槽です。半分ぐらいの青みどろはガラルファさんにあげるために私のね手で取ったということになるんですが、それでもねやっぱりこの大和沼エビ50匹、いやーかなりの威力ですよね。あれだけあった青みどろが1ヶ月足らずでここまでなくなると、やっぱりねコケ取り能力、まあ大和さんということになりますよね。ではここからは本題のアクアポニックス。結構種をまいたんですが半分ぐらいが芽が出なかったということになります。まあこれは種自体のロットの問題っていうのもねあるかもしれないんですが、いろんな種類の野菜の種を使いまして、このほうれん草がねもう全然ダメでしたね。まあこの辺は水耕栽培に適したものとか、まあ適さないもの、まあこの辺はねあるかもしれません。まあ一応スポンジの問題もあるかと思ったので、まあこのようにティッシュでくるんで、そして種を発芽させるというふうな工夫もしてみました。ただこれはねあんまりうまくいかなかったかなと思います。普通にスポンジに種を入れ、そのまま水耕栽培のキットの中に入れて自然と発芽を待つという方が、まあ結果的にねうまくいってるような気がします。はい、ではここで一つの野菜についての成長過程をお見せしていきたいと思います。こちらはですね小松菜になりまして、9月の21日がこの状態です。種をまいてすぐに発芽しましたので、こいつを見ていきたいと思います。ほぼ毎日撮影しておりましたので、こいつの成長過程をご覧ください。ここまでは結構順調にね行っていたんですが、ここでトラブルです。約3週間ぐらい経過しまして、こんな風に青みどろが出てきてしまいました。アクアポニックスシステムの一番上段の部分がやはりライトがかなり近いので、もうどうしてもこの辺はねコケとの戦いっていうのは免れないなっていうのはこの時に実感しました。ということで、ここでガラルファさんの投入です。まあ結果的にはそんなにコケを食べなかったので、まあコケ取り対策としてはあんまり意味なかったのかなと思いますが、まあ生態の数がかなり増えたので肥料成分も増えたということで、ここからはね期待できるかなと思います。それでは続きをご覧ください。10月14日、ここで成長が止まったように感じたので、ライトを2つに増やしました。ご覧の通り枯れてきました。いやこの結果は正直予想していませんでした。
まあこれ動画にしてて気づいたんですけど、こう今思うとですね、やっぱりライトを増設したタイミングで枯れが始まっているというふうに思いますので、まあ、原因は今考えるとライトだったのかなとは思っています。はい、まあただ確証はありませんし、まあしっかりこれね、野菜の様子を見ていくと、このように根もかなり生えておりましたし、まあこの下段の方はですね、青緑とか苔が生えておりませんでしたので、まあまだ大丈夫かなと思っていました。ここまでで1ヶ月半経過した状態になりまして、本来だったらですね、もう収穫してもおかしくないぐらいの、それぐらいのね、期間になりますので、ちょっとこの結果はかなり厳しくなってきてますね。はい、で、これなんか、これ見てください。これサニーレタスだと思うんですが、まあ、サニーレタスってね、確かに赤くなるんですけど、これわかりますか？はい、まあ、こんな風にですね、もうこのサイズから全然大きくならず、また枯れも見られます。そしてその奥にあるのがこれが水菜です。これもですね、めちゃくちゃいっぱいね、芽を出してたんですけど、なんかこれもですね、成長が止まって、はい、なんか枯れ始めてるなっていうのがわかるんですよね。はい、でこちらのレタスミックス、これいろんな、ね、レタスの種類が入っているということで、まあ、なんとなく赤いのもあるのでサニーレタスとかも入っているんでしょうか。まあ、この辺もですね、もう1ヶ月半でこのレベル、いやーこれは結構厳しい。はい、でお次はこちら、これもですね、同じく小松菜になるんですが、これもですね、もうひょろひょろの、はい、こんな状態です。いやこれ1ヶ月半ですよ、もう全然ダメですよね。いやなかなかこのアクアポニックス、野菜作り本当にね、今いや難しいなと、はい、実感しています。であとはですね、まあ、この辺に、はい、これも水菜ですね、もう全然ダメです。であとはこちらにありますのが、これがですね、トマトですね、まあ、ミニトマトということになると思います。こちらのトマトも、まあ、順調にね、伸びているような気もするんですが、なんとなくね、葉っぱの枯れもあるので、いや、やっぱりどうなんですかね、ライトが強すぎるのかなと、はい、この時点ではまだ気づいておりません。でちなみに上段を見ますと、はい、結構根っこは出てるんですが、これもですね、もう水菜も全然ダメです。はい、もうこれほとんど枯れかかってるんじゃないですかね。もうサイズも大きくならないですし、はい、上段の部分の野菜たちはもうすべてね、こんな感じのひょろひょろです。はい、やっぱりこれを見ると、もう明らかにライトが強いっていうことに早く気づけと、はい、もう今になって本当に思うんですけど、もうこの時はね、本当に気づいてないですね。で、まあもう一つ原因は、気温が結構下がってきましたので、まあとはいってもね、この11月でもまだこの21度とか、はい、ありますので、まあそこそこ温度は保っているのかなっていうのは思っています。で、あと変更を加えたところといえば、こちら、これ東向きになるんですが、これ麻の布をかけております。まあこうすることで、若干ね、日光が入りづらくなっているっていうのは変わったところです。まあ、ただね、この時点で本当に私原因分かってないので、このね、コスモライトに UV 機能が追加されたものが出たということで、もう早速ね、ちょっと買ったんですよね。でライトがダメなのかなとかね、まあこの時点では思っているので、はい、ね、このコスモライト、まあ、結構かっこいいでしょこれ。はい、なんか UV 機能がついて、値段もね、ほとんど変わらないので、結構ね、これいいんじゃないかなと思って、はい、思わず買ったものになります。これ中央部分に集光レンズがついておりまして、まあ、これがあることでですね、スポット的に照らすということになりますので、今回私はそれを外して使用するということにしました。まあこのようにライトを変えたところでね、ほとんどこれね、意味ないというか、はい、まあ結局、まあライトが、光が強すぎるっていうところが原因だというのは今となっては思うんですけど、はい、でこれもともとなんですが、アマテラス2頭体制でやっていました。でそのアマテラス2頭のうち1頭をコスモの UV ライトに変更するということをやっております。いやもうこの時点で私かなり迷走してるっていうのはね、皆さんお気づきだと思います。まあ、ただでももうやっぱりね、やってる身としては本当にわからないんですよね。こうやって客観的に動画にして見てみると気づくことっていうのは本当にたくさんあります。まあただね、これ本当にライトが絶対原因なのかっていうのは、まあ、正直ね、絶対ではないので、はい、この辺はいろいろ私なりに他の原因も一応探っておりました。それの一つがですね、まずこちら、ガラルファさん50匹入れたんですが、ゴールデンテトラと合わせてもおそらく約65匹、いやこれが肥料成分としてはまだ弱いのかなっていうのは、正直これもね、あるのかなとは思っています。
まあ、90センチ水槽に小型魚65匹っていうのはまあまあ普通のね水槽ではまあこんなものなのかなと思うんですが、これはちょっと違うアクアポニックス、そう野菜作りになりますので、まあもう少しですね魚の匹数であったり大きさっていうのは必要になってくるのかもしれません。はい、ということで、もしかしたらこの肥料不足っていうのも一つの原因なのかもしれないと、そこはね若干あり得るかなとは思っています。はい、ということで、私はあの水草レイアウト用のカリウム液肥ですよね、まあ、こんなものをちょっとね入れたり、いやーこれはね結構血迷ってるのかなと、アクアポニックスで魚のね糞で育てるっていうところのコンセプトとズレズレですよね。はい、でまああとはですね、ちょっとこれ私あの水替えをですねほとんどやってなくて、もう足し水のみにしてたんですよね。だからもしかしたらこれ水質がやばいんじゃないかと、その線も疑いました。はい、ということで、まずは TDS メーターでしたかね、これで水質のチェックをしています。そうすると結果がですね、なんと125、そんなに悪くない。はい、ただこれだけではねわからないので、今度はですねしっかりと水質のチェック、はい、これをですね使っていきたいと思います。テトラのオールインワンとかなんかそんなやつですよね。はい、これでチェックをするとどうかということで見てみたんですが、全く問題ない。はい、もう全然ねこれ悪い成分がね検知しないんですよね。いやこれすごくないですか。これもしかしたらあの水草とか使ってないので、ほとんどこの野菜の根っこがね吸収してるっていう可能性はありますよね。まあただね入れてる生態がゴールデンテトラとガラルファさん、まあ餌はね毎日あげてるんですけど、まあちょっとこうコケ取り生態的なね能力と考えると、どうなんでしょうか、あんまり水質に大きな影響はいないのかもしれませんね。はい、まあただアクアポニックスちょっとこれ1ヶ月半経過して、まあもう枯れ始めてるっていうことで、いやなかなか厳しい結果になってしまいました。まああんまりねいい報告できないっていうのが、いやなんとも悔しいところなんですが、また新たにですね種をまいて、はい、今育ててるところです。もう本当にねこれもう瞬時でここまで来るので、いややっぱりライト強すぎるんですかね。まあ、この辺は、はい、ライトとりあえず1頭にして試してみるっていうのも必要かもしれませんね。はい、ということで今回はアクアポニックスの途中経過報告でした。いやいつになったらこの野菜がね食べられるのか、はい、気になる方はぜひまたご覧いただければと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。